エントリーナンバー9番、はい、伊藤洋介さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。伊藤さんよく、はい、よく見る顔ですよね。そうですか。まあ、このカフェスタでも、はい、毎週の火曜日、夕方の5時からですね、番組出させていただいてますんで、うん、こちらカフェスタご覧になっていただいている方は知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、この昼間のカフェスタってやっぱりすごい新鮮なんで。ああ、そう、夜やってるんですか。まあ、夕方。ああ、そうですか。夕方か。夕方5時からなんで、ちょっと新鮮なんですけど。いや、このね、月曜の昼っていうのはね、はい、実はゴールデンタイムなんですよ。そうですか。普通の日は我々議会とか委員会があってなかなか出れなくて、はい、月曜日の昼しか空いてないんですよ、僕ら。なるほど。昼って昼飯食ってるって言った方がいいですけど、休みの人多いので、はい、もうこれ抑えちゃったんです、私が。なるほど。ということで、はい、この時間でやらさせていただきます。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。それでは、もう皆さんご承知の方も多いと思いますが、改めてご紹介をお願いいたします。はい、はい、オープンエントリーのファイナリスト、ナンバー9になります、伊藤洋介と言います。52歳です。また私は大学を卒業してから最初山一証券という証券会社に勤めて、はいはい、でその後森永製菓というお菓子の会社でずっと宣伝の仕事、まあ、ずっとサラリーマンをやってきたんですけど、うん、そのサラリーマンをやる傍ら、最初は社員図という2人組のユニット。ありましたねって言うとおかしいですけど、はい、社員図ですか。それは失礼いたします。いやとんでもないです。今初めて。すいません、ごめんなさい。あ、そうなんですか。社員図というユニットをやってまして。そうですか。はい、で34歳の時は今度は東京プリンというですね、プリンをかぶった2人組のですね、まあ、いわゆるアーティスト活動をやってきまして、そういう意味じゃずっと6年前に会社を僕森永製菓を退社したんですが、はいはい、その前の間ずっと二足のわらじを履いてきました。で、まあ、特にそのエンターテインメントの業界にずっと身を置いてきたもので、そのエンターテインメントの業界を使ってエンターテインメント業界の力を使って、地方そして日本を元気にしたいという志のもと、今このオープンエントリー12名のファイナリストに選ばれて、活動している最中でございます。なるほど、はい。まあ、私も昨年の10月までクールジャパンの担当副大臣と地方創生の担当副大臣やってましたけれども、はい、まあ、クールジャパンとかエンタメとか大事ですよね、はい、経済成長にもいいし、あと地方創生なんかにものすごく、はい、威力を発揮するというふうに思います。はい、それではオープンエントリーに応募した理由などどうぞ。はい、まあ、もう一番のきっかけはですね、僕は3年前の、参議院選挙にも自民党から公認をいただきまして立候補しておりまして、はい、その時は37,423 票という票をいただきながら、もう全くもって自分の力不足で落選したんですけど、その際はネット選挙が、はい、まあ、国政選挙で初めて解禁されるということで、ネット選挙を使って、そう、第1回目ですね、あれ法律変えてね。そうなんです。最初の参議院選挙ですよね。そうなんです。で、まあ、自分自身も支持母体があったわけじゃありませんし、そみちゃん知名度というものもあったわけではないので、ネット選挙だけで前回は戦ったんですけど、まあ、それで実感したことというのが、もちろんネットで幅広く自分のことを認知してもらうことっていうのは大事なんですけど、一方でやっぱりこのいわゆるこうドブ板と言われるですね、まあ、先生方の中ではその握手した数だけ、まあ、票に結びつくんだとおっしゃる方もいますけれども、まあ、僕はやっぱりそういういわゆるドブ板選挙の大切さっていうのを痛感してですね、まあ、それといわゆるそのネット選挙と、まあ、両方どういう形でバランスよくやっていくのかっていうことがやっぱりこう選挙に勝つため の, 一番大切なことだと思うんですが、まあ、そういう意味じゃ前回はネット選挙でしか戦ってこなかったので、そのやっぱり後悔っていうのがものすごくあるんですね。でもう一度だけまあ、チャレンジしたいと思って今回はオープンエントリーに応募した次第です。これは選挙に落ちるといろいろ考えますよね。いや、あれやっとけよかった、これやっとけよかったですね。そうですね。そうですよね。で、まあ、本当にこういうことを言うとご批判浴びるのも、まあ、承知で言いますけれども、正直やっぱりこうやるだけのことはやった感はあったんです、うんうんうん、ただネットですので、うんうん、実際にその有権者の方々と顔を合わせてという機会はあまりなかったんですけれども、うんうん、まあ、そういう意味じゃ自分の中でネットでやろうと思ってたことだけは全てやったつもりだったんですが、やっぱりこうなんていうんですかね、うん、そのやっぱり顔と顔を突き合わせてやってるってことができなかったなということと、うん、あと一方でその
3万7423人の方が、うん、やっぱりこう伊藤陽介って書いてくれたという。いや、それ大変なニーズだと思いますよ。いや、もうね、リアルの世界で3万7000人ちょっと人口救助いっぱいですから。いや、そうなんです。で、まあ、同じようにお世話になった方にそういう、お話もしていただいて、やっぱりその方々の気持ちを絶対に無駄にしちゃダメだし、やっぱり少なくともそういうふうに3万7423人の方が応援してくれたんだなということを、やっぱり自分の誇りにもなってますし、その気持ちを糧にしてもう一回チャレンジしたいなと思った次第です。なるほど、はい。で、実現したい政策なんですか。はい、実現したい政策はですね、今日これ言い訳じゃないんですけど、はいはい、僕フリップですね、ちょっと電車の中に忘れて、フリップないんですか。いや、本当すいません。そうですか。いや、僕ね、本当に持ってきてたんですよ。いやお人柄ですね。いや、違います、ごめんなさい。いや、ってなってますけど、おいおい、いや、本当にすいません。電車の中忘れちゃった。はい、今頃多分半蔵門線乗って、半蔵門線の棚の上にぐるぐる行ってます。ぐるぐる多分不審物として回収されてると思う。いや、ダメだこれやって笑わないでください。本当にすみません、もう自分の不注意なんですけども。じゃあどうぞ、言葉でどうぞ。はい、言葉で説明させていただきます。はい、僕は一番に掲げているのは、地方に、ライブ、いわゆるコンサートを誘致するということです。はい、先ほど平さんの中でもお話がございましたけれども、エンターテインメント、特にそのライブというのは、人の気持ちを前向きにする力があります。人を元気にする力があります。で、それに合わせて、経済効果も抜群です。昨年その嵐のコンサートが宮城県で行われて、90億円以上の経済効果があったという話ですとか、あと昨年の9月ですね、お台場で行われたウルトラ、これに関して言いますと、入場者数は9万人なんですね。で、9万人にもかかわらず、その経済効果は95億円と発表されています。で、はい、このウルトラというイベントは、もともとそのアメリカにあったイベントを、日本が、とある会社が権利を買って、で、お台場で運営しているイベントなんですが、例えばその8席あるですね、VVIP 席と言われる席っていうのが、250万円もするんですね。ちょっと途方もない金額なんですけども、その金額の一番高い席から埋まっていくんですね。で、しかも、もちろんその日本人のお客さんも、たくさんいらっしゃいますけれども、それ以外に海外からたくさんのお客さんが、いらっしゃると、いわゆるその外国人観光客、今いろんな形で日本を訪れるいらっしゃる方って増えてますけれども、例えばライブを目的にするようなことっていうのも、この地方にどんどんライブを招致することによって実現できるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。ですから、その人の心、気持ちを、前向きにするばかりか、この経済効果もあるそのライブ、いわゆるコンサートですね、これを地方にもっともっと誘致をして、ですから、極端な話をすると、そのために僕はお金を使うべきだというふうに、税金を投入するべきだと思ってるんですけど、それを一番に政策として今掲げている最中です。なるほど、はい。いわゆるフェスとかですね、はい、フジロックとかね、はい、あと食べ物系の肉フェスとかね、はいはい、結構盛り上がりますよね。そうなんですよ、はい、僕は地方創生の担当副大臣やってて言ってたんですけども、はい、地方創生のですね、肝は新たな需要を生み出す、人の流れを生み出すということなん で、はい、でそこでは、インバウンドとかいろいろあるんですが、はい、やっぱりクールジャパンとかフェスとかイベントっていうのがあって、はい、であと問題はですね、単発で終わらずにその前後を含めて、はい、どういう効果があるか、はい、また地産地消をどう回すかというですね、はい、もうちょっとトータルのですね、はい、成功事例が出てくるとですね、はい、税金ということにならなくても、例えば地方創生の新型交付金の一部が使えるとか、はい、そうですね、そういう時に限って、じゃあさまざまな規制を多少緩くして収益性を高めるとかですね、はい、そういうことはできるのかなと思いますけどね。そうですね、はい、で、特にそのフェスとかそのライブ、僕も思ってますのは、その単発的にポーンと一つやったところで、それがなかなかこう、もちろんその時点での経済効果は生むんですけれども、やっぱり僕その先にあるやっぱりこう地方に仕事を作るというですね、やっぱりそこもすごく重要だなと思っていて、それをその単発でやってもなかなかその仕事を作るというところまでは行きにくいのかなというふうに思いますけど、例えばそのとある、僕はやっぱりそのどこの自治体でも構わないので、その成功例を作りたいと思うんですけど、例えば香川県なんかっていうのがうどん県みたいな形でその県を PR されてますけれども、あるその地方自治に
ついて、例えばじゃあうちはライブ券ですと、でライブ券という形で銘打って、例えば1年間通して、そのどん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 、まあ、東京の方からライブを誘致すると。で一方で、まあ、日本の今そのライブの演出上でもう一つ問題になっているのが、各都道府県、各自治体で決まっている火災予防条例という消防法関係、はい、消防法の関係なんですけど、この条例によって、海外に比べるとものすごくそのライブの演出が規制されているんですね。でこのライブが演出が規制されることによって、もちろん例えばアーティスト側からすると自分たちのやりたいライブができない、もっとこうやりたいのにってあるんですけど、これまた違った見方をするとお客さん側からするとですね、例えば東京と例えばアメリカ、韓国なんかと比べると、同じスペースに入れる人数っていうのが日本の方が明らかに少ないんですね。ということはこの規制を緩和することによってどうなるかというと、それだけその同じスペースの中に入る、人数が増えますし、ということは、逆に言うとお客さん側からすると、今まで手に入りにくかったライブのチケットを、手に入る確率も上がると、まあ、いうこと。当然そうなると経済効果も上がることになるので、例えばそのライブ券ならライブ券という形でその宣言した、その件に関してはどんどん地方にライブを誘致しながら、しかもその火災予防条例の規制を緩和して、お客さんにどんどん入ってもらうと。でそうするとこれ、例えば、まあ、それは別に東北でも中四国でも僕どこでも構わないと思ってるんですけど、例えばじゃあ東北のある県がうちはライブ県だと宣言してもらうと。でそうするとそのライブの内容っていうのが、見てる人たちっていうのが明らかに、あれ東京で見たものと違うなということっていうのは、すぐ今ネットがこれだけ発達しておりますので、認知されることになると思うんですね。でそうすると、例えばじゃあ仮に山形県が、うちはライブ県だって宣言した時に、あれ東京で見たライブに比べてやっぱり山形の方がライブに迫力があるよというような噂が広まった瞬間、今度はどん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 山形にじゃあライブ見に行こうぜと。山形っていうのはどうやらライブの演出っていうのが他の県とは違う迫力のあるライブをやってるようだぞと。まあ火薬ね、火薬。そうです、そうです。あれなんかでもこの火薬の量とか、あのような特攻の量なんかでも、ちょっとえってその首をかしげたくなるような規制を今受けているんですね。でそういうこともどんどん僕は変えていって、そのライブによるアーティスト、ごめんなさい、コンサートによる地方創生、地方を元気にするっていうようなことに取り組みたいなというのを思ってます。これやり方あると思いますね、はい、地方創生特区って僕が作った時に、はい、例えば秋田県の仙北市って、はい、冬のスキー場は有名なんですけど、はい、じゃあ夏どうすんだ、はい、これドローン特区になって、この7月にドローンレースを世界的にやるんですけども、はい、要はその観光業の問題はオンとオフのこの波どうするかですよね、はいはいはい、ここの落ち込んでるところを全部ライブで埋めましょう、はい、で特区っていうのは、はい、その国は規制緩和するんだけど、規制って意味があるので、はい、じゃそのリスクを顕在化しないためにどうするかっていったときに、はい、国は緩和するけど自治体はこういう配慮をします、事業者はこういう配慮をします、うん、そのことによってリスクをコントロールしますって言えばならいいですよということになるので、はい、だから特区、地方創生、はい、観光のそのオンオフの平準化とかいうのを積み重ねると、はい、結構大胆な演出で面白い、あそこのライブ、あそこのイベント面白いなっていうのができるような気がしますね、はい、そうですよね、はい、面白いと思います。ありがとうございます。時間参りましたので、最後に、はい、視聴者の皆様に思いを伝えていただいて、はい、終わりたいと思います。まあ僕はそれ先ほど冒頭でも申し上げました、そのこれまでずっとエンターテインメント業界で働いてたという経験を生かして、ぜひそのエンターテインメントで、地方そして日本を元気にするという政策を実現したいと思っております。エントリーナンバー9番でございます、伊藤陽介、何卒お見知りおきいただきまして、自民党の公認候補にしてやっていただければと思います。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。